親子ってさ、いろんな意味？親子ってほんと優等生だよね。優等生、気づいたらそう言われるようになっていた。優等生って呼ばれるほどみんなの期待に応えないといけない気がして、いろんなことから顔を背けるようになった。本当の私ってなんだろう。でも良くなって、もっといろんなことをしてみたくて、でも窮屈で動き出せなくて、だから裏の私を作ったの。こんな感じかな。予備校の特進クラスは毎日遅くまで授業がある。授業が長引いた日は、いるなら返事しろ。最近勉強に身が入ってないようだね。すみません。全国模試も近いんだし気合い入れ直したらどうだ。君は成績だけが取り柄なんだから。はい、わかりました。何も知らないくせに。ただでさえ最近はオナニーしかしてないのに、もう我慢の限界。プロフィールの写メも可愛かったけど、実物の方が100倍可愛いね。よりによってこいつ。用事を思い出したから帰るね。何言ってるの。おめでとう。え？この前の模試全国1位だったよ。ありがとうございます。勉強に集中できた証拠かな。まあそうかもしれませんね。学校行ってくるね。僕はとある事情で学校を休学し、南西諸島のある島で民宿を営む叔父の家のヘルパーとして居候している。間借りしているこの六畳間は。どうしたの？おじさんの一人娘、年は僕の二つ上。はい。お弁当忘れてたんだ。ごめんね、届けてもらって。買い物のついでだったから大丈夫です。じゃあ僕はこれで。待って、ねえ、ちょっと時間あるよね。一見エッチなことなんて縁のなさそうな正統派な美少女。あの、お邪魔します。初、またしてたんですか。換気しないと。休みはさしないの？チトちゃんみたいにはできないよ。それじゃあさ、明日は二人にしてあげるから。もう優等生という感じ。彼女と体の関係を持ったのは千歳さんとのしばらく後。え、あれ、休みさん？あの、おはようございます。すみません、チトちゃんは今日は部活で。あ、そうなんですか。それでですね、その、あ、はい。私で嫌じゃないようでしたら溜まってると思いますので、その、してあげられますよ。ちょっと休み、学校サボる気？今行くから。
おじさんが家にいる時でも。千歳、ミツル君の客間の片付け手伝ってやれ。はーい。ヨギ見えるけど。あの島外に用事があって数日島を空けた時はそのまま人気のない公園の休憩所で。じゃあ朝には戻るから留守中は頼んだぞ。でもこんなことずっと続けていいわけはない。僕は現実に戻るべきだし。私たち来年ね、本島に進学しようかなって。ルームシェアできるし、いろんなことを経験したいし、この島出てみたいもんね。彼女たちだってずっと僕とじゃ。ですね。僕もそろそろうちに。だからね、二人で決めたの。もしよければだけど。ちとちゃん、遅刻しちゃうよ。それは。あ、元一元ギリギリ。だから言ったのに。じゃあ、行ってきます。帰ったら私の番ですよ。ちょっとまだ終わってないんだけど。あ、隣のクラスの弓坂さんとは付き合って2ヶ月の恋人同士。クラス委員なので委員会で話すうち仲良くなった。それには少し飽きたみたいで。ダメ？いや、いいけど本当に大丈夫？じゃあ始めるよ。なんか驚いたよ。そっかな。なんか私でもしてみたかったんだ。なんで？私の友達の瀬田さん、わかる？ああ、文芸部の。私とたまにイベントでコスプレしてるんだけど、家に遊びに行った時ちょっとしてみたかったってのもあって。あ、これ内緒ね。言えねえよ。あとね、私も夏目くんと付き合う前、あった、こういうの撮ってネットにアップしてたんだけど、なんか違うっていうか。へえ。今はしてないよ、もう必要ないから。夏目くんがいるから。嫌ならやめるから。たまにいいなら。よかった。思えばこの時が別れ道だったんだろう。我ながら地味な見た目の割に人並みにいろいろ経験はしているけど、今は彼氏なし。そんな矢先、私の友人弓坂さんの家でのことだ。弓坂さんの弟さん、柊君と呼ばれている。ちょっと可愛い、内気そうな、3つくらい年下の男の子。こんにちは。姉は？用事みたいで、私が留守番なの。なるほど。その時は、それから友人の家へ週に何度か会いに行くようになった。彼は私にはまってしまったけど、私の方がそれに夢中って気づいてるかな。今日はどんなことしてあげよう。はじめまして、泉ゆら子です。よろしくお願いします。田舎の清涼さと素朴な自然を体現したような彼女に、色恋に疎い僕は一目惚れしてしまった。諦める理由が欲しかっただけの僕の人生初の告白は成功した。よろしくお願いします。だが夢心地の中で気づいていなかったのだ、泉さんのあの表情に。おお、森山、なんだ、教卓で居残り勉強とか教師気取りか。うるさい、早く帰れ、集中できん。それで
今日はどこに行くんですか？あ、森山さん、私今日危ない日なんですけど、どうしましょうか？はい。あ、先生、お待ちしてました。どうぞ中へ。お邪魔します。家庭教師なんてそもそも私には必要ないですし、勉強はほっといてくれていいので、家庭教師の時間だけは私の彼氏になってくださいね。じゃあ次は火曜だね。またその時に。あ、先生、母には話してないですけど、来週から週3で来てもらうことにしますので、ちゃんと予習復習よろしくお願いします。あと、母が近くにいるときはああいうのやめてください。それは私嫌ですからね。いろいろ歪んではいるけど、案外素直で可愛い教え子なのかもしれない。I'm not into it.